先生じゃあ隣。コップ。休憩前に引き続き会議を開きます。答弁からです。安倍首相、はい。それでは岩永議員のご質問にお答え申し上げます。1-1についてお答えします。図書館の運営については、唐木田図書館の開館を前にした平成22年7月、教育委員会に対し平成24年度中に唐木田図書館業務委託の評価を行った上で、今後の図書館の方向性を示すよう要望しました。平成24年11月、教育委員会からは図書館の運営体制については引き続き直営としつつ効率的な運営に取り組むこと、施設サービスについては括弧過小を受け公共施設の適正配置に関する行動計画を待つ必要があるとの回答がありました。また市議会による平成23年度決算審査事務事業評価では、嘱託職員の運営による人件費の縮減、全館同一均質サービス提供の見直しなどの提案をいただくとともに、目指すべき図書館像を明らかにすべきとのご指摘がありました。一方、日本 PFI-PPP 協会から経費削減の点では指定管理者の導入、施設総量の削減の点では施設としての拠点間と予約本の貸し出し返却という配本機能に特化したサービスポイント機能による運営の提案がありました。指定管理者の導入という点では大きな方針として異なってはいますが、運営の効率化、機能に着目し施設を再編するという方向では議会からいただいた意見と重なるものがあると考えます。このことは教育委員会における検討においても十分考慮されるものと思われますし、その後の協議においても参考としてまいりたいと考えます。丸2についてお答えします。報告書の作成にあたり、日本 PFI-PPP 協会は多摩市の現状を把握するため、資料の分析だけではなく各施設の見学、ヒアリングを実施しました。日本 PFI-PPP 協会における報告書の作成過程では、他団体の事例や研究の成果と比較、検討し、多摩市の財政状況等の現状を踏まえ、ゼロベースの観点から民間目線で協会として最も効果的であると考える手法を提案してきたものと考えます。丸3についてお答えします。昨年度に秦野市の職員を招いて開催した職員研修は、施設を所管する課の職員が参加し、先進市の取り組みに触れ、公共施設の更新問題が自治体にとって大きな喫緊の課題であることを認識する有効な啓発になりました。その効果は、協会の職員へのヒアリングの際の問題意識を持った活発な意見交換に生かすことができたものと認識しています。括弧2についてお答えします。議会による平成23年度決算審査事務事業評価において、図書館運営事業は、業務委託による民間の創意工夫が生かしきれていないこと、全体費用における人件費の圧縮の必要性などについて問題点を指摘されています。これに対し、協会の報告書は、指定管理者制度や IC タグの導入、一部の館のサービスポイントへの特化などを提案しており、民間の創意工夫を生かした運営の改善や人件費の圧縮などが期待され、議会からの指摘と共通した提案もされていると認識しています。しかし、議会の評価の中で指摘されている図書館全館と学校図書館との情報システムネットワークが
十分に生かしきれていないという点については、協会の提案で効果があるのかどうか検証が必要です。この点は市としても、図書館運営事業における大きな課題であると認識していますので、協会の提案内容を十分に吟味し、今後の図書館行政の在り方を検討していく考えです。括弧3についてお答えします。図書館の施設とサービスについては、括弧仮称受け、公共施設の適正配置に関する行動計画を待つ必要があることから、現在、教育委員会において検討しているとの報告を受けています。教育委員会は、平成23年に図書館の基本方針と運営方針を定めました。基本方針を市民の知るを支援するとし、誰もが使える図書館、子どもの読書環境の整備、市民や地域に役立つ図書館、調べるを支え、つながる図書館、弾力的な管理運営という5つの運営方針を掲げています。日本 PFI-PPP 協会の報告は、行政計画である括弧仮称受け、公共施設の適正配置に関する行動計画ではなく、あくまでも策定にあたっての一つの提案です。今後の多摩市の図書館政策は、市を取り巻く時代、社会情勢や各種の計画、利用者ニーズの変化や、今後の施設更新等を踏まえ、トータルな視点から組織的に作り上げていくものであると考えます。次に2の括弧1についてお答えします。子育て総合センターに大学連携を導入するきっかけとなったのは、平成15年の大学連携基本協定に続き、平成20年4月に大妻女子大学と子育て支援に範囲を絞って連携を深めるため、材木協定を締結したことです。締結にあたって大妻女子大学から地域貢献の具体的提案として、子育て総合センター機能のうち、人材育成、研修機能、子育て広場機能、一時保育機能の3機能について、独自の貢献ができる可能性が示されました。同年9月に連携7大学に子育て総合センターの連携運営の移行アンケートを行ったところ、大妻女子大学だけが唯一主体的に運営に関わりたいとの回答をされています。平成21年1月に先の材木協定を改正し、子育て総合的施設の効果的な運営に関することという項目を加え、連携が具体的となり、同年10月にリフレッシュ一時保育事業等業務委託を締結し、同年11月から子育て総合センターの運営に関わっていただいています。市としても、もともと人材育成、研修機能においては、大学連携を視野に入れており、子育て広場機能と一時保育機能等を合わせた一体的な運営が可能であれば、より機能を高めた運営ができるとの判断から導入をしたものです。括弧2についてお答えします。まず、子育て総合センターの在り方として、基本にあるのは乳幼児期の子どもの成長を一貫して支えるための人材の育成と、子育て家庭への支援、さらには親、専門家、地域のネットワーク等を結ぶ子育て支援の核となることです。その中で広場事業の役割は、誰でも気軽に寄ることができ、子育ての相談や親同士の交流の場の提供、あるいは地域の子育て支援団体との連携により、子育て家庭への支援を行うこと、また人材育成研修受講者の活用が意義および役割となっています。大学連携の結果、利用者は安定的に推移しており、相談や情報提供の体制が整っていますが、来所した方々への提供にとどまっており、地域とのつながり、地域の各施設とのつながりにまで広げることが課題です。また、人材育成研修受講者の活用も課題となっています。括弧3についてお答えします。リフレッシュ一時保育事業は、保護者の精神的なリフレッシュにより、子育て中の家庭への支援を図ることや、人材育成研修受講者の活用がその役割です。大学連携の結果、1歳未満の一時保育ができる貴重な事業として運営されていますが、潜在的需要の掘り起こしについてはこれからであり、そのためにも地域とのネットワークが不可欠だと考えています。また、広場事業と同様に、人材育成研修受講者の活用も課題となっています。括弧4についてお答えします。人材育成、研修、ネットワーク事業には、子育て家庭や NPO、幼稚園、保育園等の子育て、関連機関のバックアップ機能が求められており、個々人のスキルアップによる子育て支援者全体のレベルアップが目的です。
大学連携の結果、同様の研修・講座は他にないため、子育て関連機関の職員から評価されています。ただし、先ほどお答えした通り、広場事業と一時保育事業との連携、専門職以外の地域の子育て支援に関わりたいと考えている市民や、すでに活動を始めている市民に広く受講していただき、地域の子育て支援の力を上げていくことが課題となっています。括弧5についてお答えします。子育て総合センターは、平成19年の検討段階においては、子育て総合的施設として検討が進められていました。施設の位置づけとしては、子育て支援の核となる施設です。人材育成事業、一時保育事業、広場事業、ファミリーサポートセンター事業、子ども家庭支援センター事業の各事業について、お互いに関係を持たせ、さらに地域の子育て支援機能を持つ幼稚園、保育園、児童館や学童クラブとも連携し、NPO や子育て支援に関する団体等の多様な担い手とのネットワークを構築することが想定されていました。市内の子育て支援に関して、総合的な連携機能を達成することで、子育て家庭の支援や、より良い子育ての実現を図っていくことがその役割です。現在、これらの機能は各事業としてはそれぞれ成果があるものの、地域連携とネットワークの部分については、まだその役割が十分に果たされているとは言えません。保育園や児童館とは、人材育成や子ども家庭支援センターとの連携などの相談機能の連携はあるものの、広場機能の連携までにはつながっていません。これらの課題については、今後検討を進めながら事業の中で取り組んでまいります。以上です。はい、岩永議員。ご答弁ありがとうございます。では、図書館のことは後に回して、先に子育て総合センターの問題の方から再質問をさせていただきたいというふうに思っています。登壇でも最初に述べたんですけれども、3月の委員会の時に、大学の連携の解消という、決定した方針が示されたわけなんですが、例えば今、先ほどのご答弁にもありましたけれども、言ってみれば、その大学を 連携を解消しなければならない理由というものが、私にはまだこう十分に理解できない部分があるんですね。例えば利用者からの評判が悪いようなことはあまり聞かないですし、行政の皆さんも先ほどご答弁にもありましたが、一定の実績はあるというふうな報告もずっと受けてきたというふうなことがあったときに、じゃあなんで今回大学の連携の解消なんですかというのは、正直素朴に疑問に思うことです。で、先ほどですね、第一、質問の答弁では、大学連携をしてきたきっかけとか、その経過についてはある程度理解したんですけれども、もともと子育て総合センターの事業の実施主体ということの中には、社会福祉法人や学校法人、NPO も対象として委託できるというふうなことになっていたわけですけれども、あえてここをスタートする際には、間口を大学に限定して任せてきた経過があるのではないかなというふうに私は思っているんですが、その認識で間違いがないかどうか、まずそこを確認したいと思います。はい、中村子ども青少年部長。子育て総合センターの担い手につきましては、今ご質問者からございましたように、担い手としては、確かに大学だけではなく、NPO なり社会法人、広げれば民間までという幅広い担い手というのは想定されていたんではないかというふうに考えてございます。ただ、この大学連携を進めた経過といたしましては、平成18年、ちょっと長くなりますけど、平成18年に多摩市の子育て総合施設市民懇談会が、多摩市における保育と乳児、教育の両機能を備えた総合的施設についての提言をいただいたというのが一つスタートになってございます。それを受けまして、施設の在り方検討会において子育ての総合的施設の基本方針をまとめました。で、この中でですね、市は基本方針で整理された施設の機能のうち、いくつかございます、今委託してございます、子育て広場事業なり一時保育、また人材育成、研修、ネットワーク機能については、一体的な事業展開が不可欠であるという認識のもとにですね、特に人材育成、研修、ネットワーク機能においては、高等教育機関である大学との連携というのが、一つ大きな柱でございましたので、その3つの事業について、付加価値の高い事業展開の可能性をですね、模索するために、平成20年に、
連携の7大基本協定を結んでいる7大学にもアンケートをした結果、すべての事業について大妻女子大の方から対応可能だということのご回答をいただいて現在に至っているところでございます。岩永議員。先ほど今お答えいただいたように、まずは提言がスタートになりながら、大学に人材育成の機能を任せていくことがやっぱり望ましいだろうと、その専門性を生かしながら地域づくりを進めていくというふうな視点に立ちながら、ある意味で大学に限定してここを運営をしてきたということになるわけですよね。運営も任せてきた3つの事業を効果的に取り組んできたということを踏まえれば、じゃあここ辞めるためには相当な理由がないと辞めれないと思うんですよ。大学連携を解消するということは今までそういうコンセプトでずっとやってきて、要するに事業を募集するときにも大学にしか声をかけなかったっていうそういう経過がある中で、今あえて大学連携を解消しますって言ってることについてもう一度ご答弁をいただきたいと思います。はい、中村子ども青少年部長。今まで行ってきた4年になりますけれども、大妻による子育て総合センターの業務委託内容につきましては、評価といたしましては、私どももその個々のですね、広場事業なり、地域保育、リフレッシュ等については、一定の評価しておるございます。また、大学が行ったそれぞれのアンケート保護者においても、事業者からも高い評価をいただいているのが事実でございます。で、そうした中で、当初、大学連携ということで進めたことを、なぜここで大きく舵を切るかということの中では、一つはやはり、それぞれの答弁でもさせていただきましたが、個々の事業としてはそれが一定の成果があるけれども、その事業内の研修事業と広場事業であったり、研修とリフレッシュ事業であったり、その事業内の連携がなかなかうまくいっていない部分もあるのかなと思っておりますし、地域連携というところも一つでございます。また足として大きく考えているのは、今回の一般質問の中でも何人の方からご質問いただきました、昨年8月に法制化された子ども子育て支援法に基づく制度が、新たな制度が27年度からスタートいたします。その中では地域子ども子育て支援事業といういわゆる箱物の給付事業のほかに、地域の子育て支援事業というのが一つメニューとして加わってございます。ただそれ自体まだ細部にわたる詳細の設計はまだでございますけれども、やはり近年の子育て環境等を踏まえた中で、総合的な子育て支援の充実ですとか、ファミリーサポートセンターだとか、児童保育だとか、そういうメニューがですね、国の方から新たな新制度の中で示されているというところがございます。そういうものを含めながら、私どももう先取りということでは、今回、25年度予算にも計上させていただいてございますけれども、子どもの味方プロジェクトの中でですね、人材育成ですとか、保護者を支援する制度を構築していきたいという考えがありますので、その核となる施設として、総合センターを、いわゆるセンターオブセンターとしての機能と位置づけたいということで、今までやってきた成果を踏まえてですね、さらにそこからレベルアップしていきたいというふうに考えているところでございます。総合センター、子育て総合センター、申し訳ございません。岩永議員。大学連携で今までやってきたけれども、現場でどういうふうなその関係性を作っていくのかというところでは、もうちょっとより良いやり方があるんじゃないかというふうな判断があったということ、それから今、新しい新システムの制度になっていくというふうなところでは、もう一度今ここで立ち止まりながら、発展的に事業を転換していくためには、どうやって新たなその方向性を模索していくのかというところで、大学の連携については一旦解消しましょうというふうな話なのかなというふうには理解をいたしました。でその上でちょっとお伺いするんですが、今回は要するに事業委託の部分をやめますよというところで今調整をされているかと思うんですが、もう一つ先ほどご答弁にはありましたけれども、連携の協定、材木協定書というふうなものがあるのではないかなというふうに思いますけれども、こちらの材木協定書の取り扱いについては今後どのようになっていくのかについてお尋ねしたいと思います。中村子ども青少年部長。第一答弁の中でもお答えさせていただきましたように、15年の大学連携の基本協定に基づきまして、20年の4月に、子育ての支援に範囲を絞った材木協というのを協定書を提出させていただいてございます。内容、この目的といたしましては、
まあ、市における子育て支援の推進にあたりまして、まあ、甲大津、まあ、多摩市と大津間が連携してですね、協力して実施するということで、まあ、必要な事項といたしましては、次世代育成支援に関わる計画の作成ですとか、その他子育て支援に関すること、またこの段階では過小子育て総合的施設の効果的な運営に関することなどを連携の協力事項として、20年の4月に締結したものでございます。岩永議員。そうしますと、まあ、いわゆるその3つの事業の委託はやめるけれども、まあ、そういう意味ではこの連携協定、債務協定自体の解消というふうなところにまでは至らないというふうに理解してもいいのかどうか、そのあたりの協議はどんなふうになっているかについて確認をさせていただきたいと思います。中村子ども青少年部長。今大妻女子大と学と今いろいろ協議している中では、この債務協定の内容というのは幅広ございまして、単に施設の管理だけではなくていろんなものがございます。で、大学における地域貢献ということは大学の方も随分理解していただいてございますので、私ども事務方としてはすで、にこの大学との連携の見直しにあたっては、施設の管理については見直しをするけども、債務協定についてはですね、また内容を見直して上で引き続き、まあ、大妻女子大学におかれては多摩市の子育てについて支援をしていただきたいということは事務方で今調整をさせていただいているところでございます。岩永議員。まあ、ぜひやはりですね、地の拠点である大学と行政がつながりながら地域づくりを進めていくというのは、やっぱ社会の要請にもなっているのかなというふうにも思っておりますので、ぜひその事業の委託は解消だけれども、そのことがイコールその子育ての支援をしていくというところでの、まあ、協定の解消にもつながらないようにきちんとした協議をしていただきたいというふうに思っています。で、それで、まあ、今後のスケジュールと次の委託事業者の決定に向けて、まあ、どのようになっていくのかということを確認したいんですけれども、スケジュール、それから、委託事業者の決定のやり方、これまでは大学連携で3つの事業を、まあ、一体的にその事業委託することが効果的なその子育て総合センターの運営につながるというふうなお考えでやってきたと思いますけれども、そのあたりについては今どのようにお考えなのか伺いたいと思います。はい、中村子ども青少年部長。今現在概略のスケジュールでございますけれども、基本的には26年度から新たな担い手による子育てセンターの運営ということでスケジュールを考えてございます。今現在、新たな事業運営方式ということで、町内の推進本部なり地域推進協議会などで、私ども説明をさせていただいているところでございます。できましたら予定といたしましては、第3回の定例議会の中でそれに関わる所要の補正予算を計上させていただきながら、年明け2ヶ月もしくは3ヶ月間の引き続き期間を得た上で26年度新たな事業展開をしていきたいというのを考えてございます。また選定にあたってはどこということまだ細かなところまで決まっておりませんが、一つの事業所を絞ってということではなく、幅広い形での募集を行った中で最終的に決定していきたいという考えでございます。岩永議員。26年から新たなところということで、今それまでに引き継ぎも少し考えなければいけないというふうなことがあったわけですけれども、まあ、私はやっぱり今回 のケースの難しさというのは、例えば今多摩市でその学童クラブの民間委託を進めていますが、公が持っている事業を民間に任せていくということではなくて、今民間がやっている民間の創意工夫が生かされているその事業を違う事業者がやっていく、そのつなぎというのは実はそのこちらが思っているほど簡単じゃないんじゃないかなというふうに思っているんですね。例えば今働いている人をどうやって継続させるのかというふうな問題、それから今そこの中にあるものですよね、備品類も含めてものをどういうふうに引き継いでいくのか、その所有者が今どうなっているのかというその問題、それから情報についてもあそこの情報というものがどうやって、要するにあそこの機密情報として大学が持ちながらやっていた部分についてどうやって継続していくのかというところでも私は問題があるのではないかなというふうに思っているんですが、そのあたりの認識をどのようにされているのかお尋ねをしたいと思います。中村子ども青少年部長。
民間委託の使用につきましては、私の所管の中ではご質問ございましたように、学童クラブの委託ということで、十数箇所、公から民という経験はございますけれども、いわゆる民から民というところの委託の発展というのは、まだ経験値がなかなか少ないところでございます。そうした中で、先ほどのスケジュールについては、かなり事務方の、基準の理論という言われるかもしれませんけど、そういう中で組んだものでございます。そうした中でご指摘があった民から民の事業継続をどうしていくかということになりますと、やはりそこで働いている人の雇用の問題であったり、個々の備品についても市が用意したものもありますし、大工さん側が用意したものもあります。で、一番大きなのは情報の関係でございます。そこには多くの個人情報も含まれておりますし、逆に言えばその委託の中でですね、大学としてそこで蓄積したデータもございます。で、それらをどう整理して次、私どもの方に引き継ぎ、それが新たな担い手に行くかということは大きな課題というふうになってございます。そういう意味で先ほどスケジュールの中では年明けから引き継ぎ期間ということで申しましたけれども、いわゆる公から民と違った民から民への委託という中では、場合によってもう少し丁寧なですね、引き継ぎ期間等が必要ではないかということは考えてございます。岩永議員。例えばですね、単にその駐車場とかその駐輪場の管理みたいなものではなくって ないということは皆さんにもご理解いただけるんじゃないかなっていうふうにやっぱり思うんですね。で、やっぱりこう民間から民間へっていうことを考えたときに、デパートなんかもそうですよね、あるデパートがなくなって違う撤退して違うデパートが入るにもやっぱりリニューアルオープンをするために一定の期間と準備がやっぱり必要になってくるわけです。だからこちらとしては3月31日までは今のところにやっていただく、で4月1日から違うところにやってもらいたいというふうに思ってもそうは簡単にいかないんじゃないかなということを私は思っておりますので、ぜひそのあたりは、新たなその事業者はやっぱり早いうちに決定をした方がいいと思いますけれども、今やっているその運営をどうやったら上手に引き継いでいけるのか、そしてまた利用者の方にもご迷惑をかけないような方法で、そしてまた要するに大学と そのさっき申し上げましたけれども材木協定が今後も生かされる形での引き継ぎみたいなことも含めてやっぱり丁寧に考えて取り組んでいく必要があるんじゃないか、何も26年4月1日からパッと次の事業者に引き継いで全ての事業をそこから開始するというふうなことは急いで考える必要もないのではないかなというふうに思っておりますが、もう一度ご答弁をお願いしたいと思います。はい、中村子ども青少年部長。まず今ご指摘いただいたところは現実的に私どももご指摘の通りだと思っております。3月31日から日が変わって1日から新たな担い手ですぐスタートできるものだとは考えてございません。当然その造作の問題もありますし、ただ引き継ぎだけではなくて新たな準備等ございますので、ただ今の委託している大妻との引き継ぎ期間というのはやはり年度で整理しないと相手方にご迷惑かけるところもございますので、それはそれとしてきちっとした中で、場合によっては4月以降ですね、新たなリニューアルに向けての場合によっては利用者の方にご迷惑をおかけするかもしれませんけども、一定期間を置いた中で万全を期した中で新たなスタートを切っていきたいというふうに考えてございます。岩永議員。それからもう一つ、大学連携の解消というところでの問題と合わせてですね、今その子育て総合センターでやっている事業が別に大学の連携じゃないにしても事業そのものとして見直さなければいけない点がいくつかあるかなというふうに思っているんですが、ご認識があればその課題と今後新たなリニューアルに向けて解消していかなければいけない、解決していかなければいけない点についてはどんなふうに認識をされているのかお尋ねをしておきたいと思います。はい、中村子ども青少年部長。今ご指摘のございましたのは、今回の子育て総合センターの新たな運営の見直しにあたって、大学連携の見直しだけじゃなくて本来の事業自体にも問題があるのではないかということでございます。で、今子育て総合センターで5つの事業をやっておりますが、それぞれの事業の中で例えば人材の研修であったりリフレッシュであったりファミリーサポートセンターでございます。で、私どもも内部会議であり地域の協議会の中でご指摘いただいたのが、課題となっているものが全てが大学連携の課題ではなくてその事業の進め方で課題となって浮き彫りになっているのもあるんじゃないかというご指摘をいただいております。それにつきましては今回の連携の見直しにあたってですね、事業について再度精査した中でこのまま今の事業を横滑りするだけではなくて大学連携の見直しと合わせて事業の方の精査もして新たな上にしていきたいというふうに考えてございます。
岩永議員。例えばその見直しをしなければいけない点というのは具体的にどんな点なのか、挙げられるものがあればお伺いいたします。中村子ども青少年部長。具体的に言いますと、一つのリフレッシュ一時保育事業などについても、なかなか利用者の掘り起こしがなかなかできない部分があって、利用者がなかなか増えないというところもございます。またこれは大綱との連携委託事業ではございませんけれども、NPO との関係ではファミリーサポートセンター、それは担い手と、あとは提供会員と利用会員のところについても、やはり提供会員の高齢化の問題だとか、さまざまな問題を含んでおります。そうした中で、この全体のですね、委託の大綱との委託だけではなくて、5つある事業の中を、全てですね、再度見直した中で、進めていきたいというふうに考えてございます。岩永議員。特に私のところにはリフレッシュ一時保育の非常にその使い勝手の悪さと、それから値段の高さ、もうちょっと利用料金安くしてほしいというふうなお声も届いておりますので、そのあたりは今後の見直しの中で検討していってもらいたいなというふうに思います。で5番目なんですけれども、子育て総合センターの総合の機能はまだまだ不十分に発揮されていないというふうなご認識が分かりましたので、今日はそのくらいで留めておきますけれども、やっぱりですね、これからからその施設全体を見直していく中で、子育て総合センターがセンターオブセンターとして中核の機能として、しかもそこが公の施設として維持をしていくことの意味の大きさというものがますます重くなっていくというふうに思っておりますので、やっぱりそこを認識をしながら、次年度以降の運営体制、より良い体制でつないでいけるような形でやっていただきたいということだけ要望しておきたいというふうに思います。でこの問題は終わります。で図書館の方に移りたいと思います。公共施設の縮減と、図書館の問題ということにしたんですけど、昨日は加藤議員からですね、石畑議員からもそうですが、PFI、PPP 協会の報告書に関する質問がありました。加藤議員からはもっと胸襟を開いて、議会と議論しようよっていうね、大変前向きな姿勢もあって私も共感するんですが、私は正直申し上げて、行政とやり取りする前に議員同士でもっと議論する必要があるんじゃないかなっていうふうに思っています。そうでないと、本当に昨日加藤議員がおっしゃったような貧乏自治体というのが現実問題になるんじゃないかという、私はそういう危機感があります。で昨日の雑誌の話題が確か2040年だったので、皆さんにちょっと2040年どうなってるのかということを思い浮かべていただきたいので、ちょっと数字を申し上げます。イメージを湧くためにね、これ国立社会保障人口問題研究所っていうところがこの間、3月末に発表したデータからなんですけれども、2040年、私はまだギリギリ生産年齢人口で63歳です。皆さん何歳でしょうか。私はまだ高齢者ではありません。その時人口ですね、多摩市の人口127,469人です。で65歳以上48,655人、なんと高齢化率がですね 38% ということになっておりまして、お隣の柳は 31%、 日野市も 34% ぐらいということで、多摩市の 38% というのは本当に飛び抜けているということが分かります。でもう少し状況を共有したいんですが、この推計で年齢別に見てみると、2015年のところが少し推計で近く載っているので参考にできるかなと思うんですけれども、2年後の2015年、90歳以上がですね、1580人なんですね。これ多いか少ないかというのは皆さんまた想像してください。ところが2040年、昨日話題になっていた2040年、同じく90歳以上、7892人なんですよ。5倍です。もちろん、その時、健康状態皆さんどうなるかも分かりませんし、大きな、災害でも起きたらっていろんなことありますけど、これ今の推計で笑うに笑えないなって私は思っています。で80歳から89歳の人、2015年は7607人、2040年は12,035人で、これもやっぱり 1.6 倍なんですね。で逆にじゃあ今度生産年齢人口を見てみると、2015年は15歳から64歳までが91,297人で、やっぱり2040年67,362人で、75% ぐらいになりますよね。25,000人近く減るわけですよ。でその時税収どうなってるのか。もちろん企業誘致とかすればいいというふうな考え方もありますけれども、そんな取らぬ狸の皮残業みたいな形で想像していても私はいけないと思ってるんです。
でやっぱり私は自分のためにも、自分がこの町で63歳になってもきちんと生きていけるためにも責任を持った市政運営をしていかなければいけないし、そこに携わなければいけないというふうに思っているので、やっぱりなるべくリスクは減らしたいですっていうふうに思っているので、私は今回のこの施設白書に、施設のこの提案なんかについてもはっきり申し上げて、施設を減らすべきですねっていうことではなくて、もう減らすしかないでしょっていうのを皆さんと一緒にまず危機感の共有をしなければいけないというふうなところから再質問したいと思います。今だけ見れば福祉も充実させてほしいです。それはで、施設だってなくしたくはないです。喜んでお使いいただいている人がいるから。でも施設も福祉も充実させてほしいと言いながら、箱もそのまま存続させてください、メンテナンスどうするんですかって、そんな欲張りなことを要望しているほど余裕がないというふうに私は思っておりますので、通告の中でも述べたように、運営手法の見直しではないと、そんなことでお茶を濁していてはダメだというふうな立場で、今回少し皆さんにはもう刺激的というか、まあ、議会の多数の方も敵に回すかもしれませんけれども、そこを覚悟して再質問したいというふうに思っています。先ほど市長からのご答弁をいただいたんですが、内容を要約すると、この今回の報告書は大変役立つ参考になる内容でした。提案内容は最も効果的な手法の提案をしていただいたと思っています。しかし十分に吟味しなければならない点があって、まあ、今後はトータルな視点から組織的に図書館政策を作り上げなければならないというふうなことが、まあ、そう全体まとめたらそうなるのかなというふうに思っています。そして私はですね、まあ、実は、まあ、今そのデータの数字としては平成22年が参考になっているかなというふうに思いますので、私としては例えば唐木田図書館が業務委託になっている状況や、東寺方図書館が嘱託職員による運営になっている状況、こういうところも含めてどんなふうに把握されているのかなというふうに思ったんですが、ご答弁を聞く限りだと、きちっと現場のヒアリングもやっているというふうなところも把握ができましたので、なるほど、そういう観点で、まあ、ある意味では調査をちゃんとされて、まあ、上がってきた報告書としても受け止められるというふうに思っています。当然ですよね、そうじゃないと困りますよ、1000万もかけてるんですから。それで思ったときに、もう一つ、議会では昨年の事務事業評価のときに、まあ、要するに業務委託ではなかなかそのある意味で人件費の圧縮も含めてうまくいきませんよというような提案もしました。 でも、もっと効率的な運営として、そこの議会の評価を知っているか知らないかもよく分かりませんけれども、結局全館一体型で運営しているというのはとても強みで、指定管理者にしなさいというのが今回のこの報告書の提案なわけですよ。さあ、私はここでどういうふうに考えたらいいんだろうかということを思いながら、図書館のことを少し申し上げていきたいというふうに思います。でお伺いするんですが、じゃあ教育委員会は今回この報告書の内容についてどんなふうに受け止めていらっしゃるんでしょうか。はい、川田教育部長。今回提案いただいた内容は、多摩市の公共施設の持続可能な全体の在り方というようなところでの提案というふうに受け止めております。そういう中での図書館の中での機能を、図書館機能を維持して、そしてまた今後充実を目指していかなきゃいけないということを考えますと、今回の提案の手法、特に財政的な視点のところにつきましては、一つの見直しの物差しといいますか、基準といいますか、そういうふうに取り扱う必要があるだろうなというふうに考えております。で、先に私どもは教育委員会としては、直営による運営を市長にも報告してございますので、また議会の皆様からは人件費の圧縮であったり、ネットワークシステムの活用であったり、から職員の専門性の向上というような点もご指摘いただいております。これらを合わせた中で、先ほど申しましたようなことから、図書館の基本方針も踏まえながら、しっかりと検討していく必要があるというふうに認識しております。岩永議員。今ね、大事な答弁があったかと思うんですが、やっぱりここで指定管理者になると、これだけ削減できるよっていうところは、やっぱり参考にしなきゃいけないと思うんです。そこはやっぱり一個の物差しなんですよ。言ってみれば、要するに図書館の今の方向性、そしてまた市長の政策というのは、やっぱ基本的には直営でいくべきだろうというふうに打ち出していらっしゃると思うんですが、それをやっていくっていうことになると、やっぱりお金がすごくかかるわけで、
ですよね。で今度今こう指定管理者っていうことが なってじゃあ直営でやりながら、しかし今提案いただいたように指定管理者で見出せる削減効果と同じだけの削減効果を見出せるような作れるようなそういう提案ができなければ、私ははっきり言って PPP の報告書ですか、こちらの報告書の内容を市民は進めてほしいと思うと思うんですね。で私今回この報告書にすごく感謝してるのはどういうことかということを一点申し上げると、結局 PPP の方いろんなところに足を運ばれて図書館も見ていらっしゃいました、ね、業務も見ていらっしゃったと思います。その中で何を判断したか、多摩市が今やっている図書館運営は何も行政である水準でありませんよっていうことを裏を返せば言ってるのと同じ意味じゃないかなっていうふうに思うんですよ。つまり図書館の今やっている内容がやっぱりこれは公でやり続ける必要があるよというふうな内容に足るものであれば、そんな安易に指定管理者で全館一体運営してくださいなんていうふうに、そういう報告書が出ないんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですけど、その点についてはどのようにお考えになっているのかお尋ねしたいと思います。はい、川田教育部長。図書館の中の我々自分たちでの分析といいますか、の中で、そしてまた議会の中でも、先般ご指摘の中では、画一的な図書館サービスの仕方で本当にいいのかというようなご指摘もいただいております。そうした中では、確かにその図書館が本来といいますか、もっと力を入れなきゃいけないだろう、地域資料であったり、行政資料であったり、そういったところの、多摩市の図書館ではというような資料の提供であるとか、専門性を持った、そして一箇所の図書館でいろいろな資料が揃うというようなところが、現在はまあどちらかというと一体型という中では分散型になっているところがございます。そういった点をですね、やはり集約型の図書館運営というような中で、そしてまた専門性を高めるというようなところが、今ご質問者おっしゃられたようなところでは、やっぱり差別化といいますか、しっかりと取り組んでいかなきゃいけないだろうと、そういうふうに考えているところでございます。岩永議員。今すごく大事なキーワードが出てきたと思うんですね。要するに、その一体型運営ということはやっているんだけれども、でも例えば資料を揃えようと思ったらどうしても分散型になりがちだということで、やっぱり私は今集約していくべきじゃないかとはまだ言ってないんですけれども、そういう方向もやっぱり考えることが必要なんじゃないかということだと思うんですよ。でおそらく先ほどおっしゃったように、財政については物差しとして考えるべきだということからすると、私はもう今のままのやり方で、そしてまた議会が提案したやり方以上のものを私は PPP とかの報告書で出てきていると思っているので、やっぱりこのままじゃダメだろうなと、なんか新たに打ち出していかないと、ある意味で質もそうです、それから質をやっぱり上げていくためには何をやればいいのかということを次に絶対に考えていかなければいけないなというふうに思っているんですね。そういう意味では私はやっぱり人や物や金をですね、重点的にある場所に特化してやっぱりそこに入れていくっていうことをしないと、相変わらず分散型のままは続くんじゃないかというふうに思っているんですが、市長はそういうことに対してはどんなふうにお考えになっているのかお尋ねしたいと思います。福田企画政策部長。お答えします。市長ということでございますが、公共施設の担当ということで答えさせていただきます。今公共施設の、全般で適正配置という考え方の中で、やはり限られた財源で、よりそのサービスの質を落とさずにというようなことの中では、集約ということは一つ重要なキーワードというふうに認識をしております。また機能の今のサービスの在り方や機能を再編するというのも重要な方向性だというふうな認識を持っております。岩永議員。そうしますと、ずっと多摩市がこれまで図書館政策として取り組んできたこと、八館構想というような言われ方もありますけれども、やはりそういうところをやっぱ大胆に見直しながら、やっぱりその集約をしていく、図書館の直営を基本としてやっていくのであれば、指定管理者だったら別ですよ、今指定管理者でやったらすごくいい提案があるわけだから、そういうことをやっていくんだったらいいんですけれども、そういう道をたどらないということを考えたときには、私はやっぱり八館構想を見直す、数を減らすというところをやっていかなければいけない、そこに切り込まなければいけないというふうに考えているんですけれども、直営を基本としてやっぱり図書館をやっていくべきだというふうにずっと主張されてきた市長はどのようにお考えになるのか、報告書の内容なども含めてお答えをいただきたいと思います。
はい、安倍市長。今回の PFI-PPP 協会からの提案と非常に刺激的な内容だと思います。でただ質問者がおっしゃられた通り、多摩市の図書館はですね、ある意味でその、ニュータウンが生まれ、コミュニティがない中で各地域の中に、これは図書館だけではありませんが、いろんな施設を作っていくという過程の中で、一気にはその八冠構想というものがかつて生まれたんだと思います。でこれがやはり成熟した段階において、このままでいいかどうかについてはやはり改めて見直す必要があると、まあ、その意味では昨年教育委員会の方から図書館の在り方についての報告は出てはおりますが、これをさらに一歩進めてですね、今回の PFI-PPP 協会の提案というものがあるわけですから、一方で図書館というものはやはり、今先ほど集約という話も出ましたが、在り方そのものを根本から見直しをしていく。でそれはつまり八冠ということではなくて、もっとその、本館であったり駅前であったりのことを中心としてですね、きちんと残すべき点は残していくと。でその他コミュニティごとにですね、例えばこれが図書館、いやその先ほど冒頭ご質問者がおっしゃった通り、かなりこれから先高年齢の皆さんが増えていく中で、まあ、今でも図書館が結構年の高い皆さんに親しまれておりますが、ただこれは図書館に来られているのか、それともコミュニティの場としてそこに来られているのか、その辺もきっちり見極めていく必要があるというふうに私は考えております。そのような形で今回の報告書を読ませていただきました。岩永議員。まあ、そういうふうなことから考えますと、まあ、つまり今のように箱としての図書館は8個も必要がないということで理解してもいいのかどうか確認をしたいと思います。福田企画政策部長。現在公共施設の適正配置の行動計画の再個別の各論について検討している中で、そういった問題についても今取り組んでいるところでございます。岩永議員。はい、まあ、個別の課題ということですけど、私は多摩市の図書館が直営できちんと生き残りをかけていくためには、やっぱり減らすしかないというふうに思うんですよ。減らすべきとか言っている場合じゃないと思ってるんですね。だって図書館資料購入費は昭和時代のままじゃないですか。増えないですよ、減る一方ですよ。図書館の数が増えてるのに本を買うお金は全く変わらずに減る一方ですよね。でさらに図書館の人材育成どうですか。お金と時間かけたいなって思って、で数だけに見るとすごく職員たくさんいるように見えるんだけど、病休者が多いというような現状だったりとか、本当に学校の図書館支援センターの機能を発揮してもらいたいと思っても、なかなかそこも十分にやりきれない中途半端な状況なんですよ。こんな中途半端をこれ続けていっていいんですかって私思うんです。でやっぱりそうじゃなくて、きちんと図書館これから直営でやりたい、で直営の役割たくさんあると思うんですね。で公立の図書館の大事な役割ってやっぱり情報提供なんですよ。町の情報提供です。歴史の情報提供だというふうに思っています。例えばこれからこの多摩市にあったこの地域の事情に合った、例えば公民連携を考えるっていうふうな時に、今の図書館行政の職員や議会に対して何か情報提供してくれますか。私全然してないと思うんですよ。本来であれば図書館に行けば何か他市のそういう先進的な事例についてあらゆる資料があって、司書さんが提供してくれる。私はこういうことがこれから求める図書館が目指すべき方向だし、だから直営じゃなくちゃいけないというふうに思っているんですが、その点についてはどのようにお考えになっているのかお尋ねしたいと思います。はい、川田教育部長。公立図書館の在り方という中では、まさに今ご質問者おっしゃる内容のとおり、特にその公立図書館、特に多摩市の図書館であるならば、多摩市でしかない資料、特に多摩ニュータウンを代表するそういった資料であったり、地域のいろんな地域資料というんですかね、から歴史的な資料、そういったものはもうこの多摩市にでしかないわけですので、その資料をしっかりと後世につないでいく、そしてまたそれが分かるように整理をしていくというのが公立図書館の役割だというふうに思っています。まさにおっしゃられたようなことを含めて、私ども教育委員会としてはそういった面での直営というものをしっかりと目指したいなというふうに考えています。岩永議員。
そういう意味ではね、私たちはね、大いに反省をしなくちゃいけないんですよ。これまでずっと八冠構想で、誰もが身近で気軽に行ける図書館を作っていきましょうって、その時はその政策判断でやってきたことが良かったけど、今やっぱりそれじゃないんですよね。だってさっき言ったような現状じゃないですか。何でも中途半端なんですよ。資料だって十分に揃わないんですよ。文化のいろんなそういう資料だってパルテノンともっと連携していい資料館みたいなのを作ってもらいたいと思ったってできないんですよ。人がいないし。今は単に図書館は無料で本を貸すところですよ、ね、で住民の生き死にには全く関係しない施設ですよね。そういう程度にしか認識されてないから、やっぱり丸ごと全部指定管理者でいいじゃないってなっちゃうわけですよ。そうじゃないんですよ。やっぱりこの町生きてて、やっぱりこの町の生き死にに関係するんですよ。そこが図書館だから、地のインフラだし、地の拠点だし、私たちはそれを直営で守ることの意味が私はあると思っています。で、箱の図書館がなくなったとしても、資料費は増やしたり、または図書館の経営に民間的な視点を持った人を新たに人材投入したり、いろんな工夫ができると思います。減らすことによって見出せる財源で、やっぱり選択肢集中で、やっぱり人と物と金を集中的に投入していくという、私は時代に差し掛かっているというふうに思っていますから、もうはっきり言って八冠構想に縛られ、そこから脱皮できない、そんな図書館構想はやっぱりいらないというふうに思います。そういう図書館構想しか描けないのであれば、私はぜひ指定管理者にしていただきたいというふうにまで踏み込んで言いたいと思います。そのぐらいやらないと、私はやっぱり今回1000万かけたんですからね。1000万もかけて削減提案をしてもらったわけじゃないですか。いや、これはもう1000万かけたけれど、お蔵入りしてもいいんですよとはとても人は言えないんです。で、昨日石渡さんは自分がこの予算を認めたことにすごくじくじたる思いがあると言いましたけど、そうじゃないですよ。その責任があるんですよ。そんなこと反省してもダメです。自分たちは認めたんですよ。そしたらその報告書について、じゃあ私たち我々どう責任取るんですかって、やっぱりそこだと私は思っています。なので、そういう意味では行政に対してもっともっときちんと提案をしなくちゃいけないし、今私の個人の意見ですから、もっとたくさんの意見もあるし、私は議会の中できちっともっともっと議論できる環境を私たち議員も努力しなければ、努力して作っていかなければいけないというふうに思っています。できれば本当全部残したいです。だって一生懸命皆さん作り上げてきたものなんですよ。この議会の私たちの先輩が一生懸命作り上げてきたものが本当に街の中にたくさんあって、それをなくしたりするっていうのはやっぱり本当に苦しいことなんですね。でも今それやらないと、さっき申し上げたみたいに2040年ですよ。本当に貧乏自治体ですよ。もう目の前に迫ってるんです。そこに対して何の展望も描けないまま今この図書館政策が動いてきてる。私はぜひそういうところをね、認識をして、教育委員会にはきちっと図書館構想を打ち出していただきたい。数を減らすということも踏まえて、私は今度の行動計画の中で新しいものを打ち出していただくぐらいのやっぱりスピード感を持って取り組んでいただきたいと思うけれども、いかがでしょうか。はい、川田教育部長。今のご質問者が熱く語っていただきました図書館政策といいますか、図書館まさに魂はですね、全国から集まった方々がですね、その時にちょうど子育ての時代だったと、その時に図書館というところを使ってですね、子どもたちが一緒になってこの町を知っていく、そして町の中でのコミュニティ作りをしていくという中での図書館というものを、また文庫というものが発達してきました。そういう中で地域の方々といいますか、多くの市民の方々の協力で出来上がってきている図書館です。そういう歴史というものは確かにあります。で、多摩市はその中では地域図書館を中心にしていこうという当時の考え方で運営してきてますので、現在のような形になっています。ですので、これを私どもは今否定しているわけではなくして、これはこれで今までの経過で大事だったというふうに考えております。ただ今後の中で、冒頭ありましたように、持続可能なこの図書館全体を守っていくといいますか、作り上げていくという中では、今お話しいただいたようなところで、見直しをしていかなきゃいけない時期になっているか、または多くの市民の方々が望んでいます資料の集約化ですとか、そういうこともしっかりと頭に入れなきゃいけないだろうなというふうに考えております。施設全体の在り方につきましては、トータル的な視点での議論になろうかと思いますので、図書館担当がこういうふうにしますというようなことはお答えできませんけれども、公共施設全体の中での図書館、そしてまた公立図書館
というところの位置づけはしっかりと守っていきたいというふうに考えております。岩永議員。公立図書館というのは完全に中立な立場で書かれた本はない、そこの前提に基づいて同じテーマでについてできるだけ多様な立場で書かれた本を選定すること、でそれを提供する、それも政治的や思想的なそういうバイアスをかからない、そういう中立的な立場から情報支援をきちんと市民に行っていくということにやっぱり存在意義がとてもあるというふうに思っています。私はやっぱり直営を堅持してもらいたいというふうに思っておりますので、その視点から考えると今指定管理者に全館一体運営してくださいと言って出てきた報告書以上のものをやっぱり作り上げていきたいというふうに思っています。なくさなかったら楽ちんなんですよ。市民から嫌われなくても済みますから。でもそれじゃいけないというふうに私は思っています。私はやっぱり自分が後悔したくないから今言います。夕張市みたいになったら困るんです。去年私たち会派で夕張市行ってきましたけれども、本当悲惨ですよ。図書館閉じてます。荒れ放題です。小学校の中もう本当にぐちゃぐちゃです。荒れてね、やっぱりそういうことを思った時にそんな風に町をしたくないですから、やっぱりそのためにどうやって知恵を結集すればいいのかっていうことを考えていくことが必要だというふうに思います。私たちが2040年に負担が増えて生活が苦しくなって、それでさっき言ったみたいに90歳以上5倍に増えた人たちの生活がね豊かになっている、そこが支えられている、だから良かったって思えるんだったらいいですよ。でも今そういう状況にもないんじゃないかなっていうふうに思うんです。そういう意味では本当に今図書館だけではどうにもならないところがあるというふうにおっしゃったけれども、でも図書館がやっぱり一番先頭を切ってですね、自分たち減らすよっていうことを出すことがやっぱり他の書館にも及ぼす波及的な効果は私はやっぱり大きいというふうに思っておりますので、ぜひ数の削減ということを最終目標に掲げながらどうやっていいかということを考えていただきたいというふうに強く要望いたしまして、今日の一般質問を終わりたいと思います。岩永久賀議員の一般質問は終わりました。次に遠藤千尋議員の発言を許します。26番遠藤千尋議員。はい、26番遠藤千尋です。加藤議員、また岩永議員の言及にありました2040年ということで申します。私は64歳と生産年齢人口に入ります。ちなみに安倍首相と私は20歳違うので、安倍首相は84歳そういったストックマネジメント、また未来に向けた政策という観点から本日は一般質問を3問申し上げたいと思います。それでは通告に下遣いまして読んでまいります。1、公共施設の統廃合を逆手に取った三方よしまちづくりプラン。公共施設の適正配置問題が大詰めを迎えています。 PPP 協会コンサルタント提案に輪をかけて、若者世代に負の遺産を残さない持続可能な骨太の改革案を期待しますが、その一方で民間企業の出身の議員としましては、現有する公共施設が新たな歳入を生む可能性にも着目したいと考えます。国立市や小金井市ですでに成功を収めているように、多摩市内の公共施設、例えば古民家や駅前の公民館にカフェやレストランを設置して魅力的なまちづくりができれば、市民、市財政、事業者、三方よしとなります。 1-1、 まず適正配置の騒音について、大規模修繕の時期を迎える健康センターについては機能移転、過分な武道館については廃止を含めた見直し、また小中学校を合わせて27に及ぶ学校施設については図書館開放や教室の会議室利用など複数用途に使用する方針を打ち出すべきだと考えます。市長の考え方を伺います。 1-2、 市内公共施設をどう活用するかによって、それらは財産にもお荷物にもなり得る。市長は歳入につながる公共施設の活用方法にはどんなものがあると考えますか。 1-3、 歳入を生む可能性がある例としまして、ビータ内の市民ロビー、そして市が持っています公民館、例えば旧富澤家ですとか旧加藤家など、
またグリーンライブセンター等々がございますが、これら施設の今後活用方針を伺います。 1-4 国立市谷保にありますヤボロジープロジェクト及び古民家を再利用した山盛りカフェ事業について、私は積極的な導入検討を行うべきと考えますが、市長の見解を伺います。 2. 放っておけない市内スーパー撤退とこれからのあるべき関係。2013年3月以来、唐木田鶴巻中沢地区等では東急ストアの撤退に伴い、生鮮食品の買い物に多大な不便が生じております。スーパーが撤退するのは事業として成立しなくなったからでありますから、民間事業の成否に政治が介入することは時代錯誤であります。しかしながら住民福祉という観点から見ますと、市民生活に密着した商業施設の撤退は市民生活に大きな不便を生じさせることもまた事実であります。唐木田の場合、駅前から火が消えていることは町を生かすという観点からも座視できません。これまで市内スーパーの撤退事例を踏まえ、政治は何ができるのか、市長の考え方を伺います。 2-1 聖ヶ丘や豊ヶ丘でも同様の問題が起きました。スーパーが撤退して買い物難民が生まれかねない状況ですが、行政としてこの3件から学習したことは何でしょうか。 2-2 私にはすでに日本で移動販売や通信販売、コンビニ機能の拡張というような新しい生鮮食品購入の時代が始まっているようにも思えます。買い物難民に代表される高齢者福祉という観点と、市民生活の利便性及び駅前のにぎわいという観点から行政の問題認識を伺います。 2-3 私はまちづくり政策という観点から、行政が住民と事業者の橋渡しのきっかけを作ることを提案したいと考えます。新しい企業を招くことも当然重要でありますが、市内事業者に引き続き高い満足度を提供することもそれ以上に重要であるからです。地域住民と事業者の新しい関係づくりに向けた市長の考え方を伺います。 3. 追跡調査質問、多摩市役所の土日会長問題。ご案内のように、多摩市に住むという決定をした方々はまず住民票の転入届を持参しなければなりません。しかし転入届の受付時間は平日の8時半から午後に限定され、5時に限定されています。したがって平日働く多くの市民の方々は仕事を休まない限り多摩市に転入することがまかりならんというお寒い状況が続いていることは繰り返し指摘をしてきました。過去から2013年今日までの先輩議員たち及び私の質問とこれまでの行政答弁経過を踏まえ、今後の市の考え方を伺います。安倍市長。それでは遠藤千尋議員のご質問にお答え申し上げます。 1-1 についてお答えします。平成24年12月に市が作成しました括弧箇所受け公共施設の適正配置に関する行動計画の概要括弧総論受け案において、施設総量及び経費の縮減の手法として、施設の集約化や複合化、過大な規模を有する施設の縮小などを示しています。また子育て支援施設、教育施設については、地域性を重視した上で学校への機能を進めていく方向を示しています。これらの考え方に基づき、現在行動計画の閣僚にあたる各施設の具体的な方向性を庁内において検討しています。今月26日の全議員を対象にした説明会において、庁内で一定の整理がついた閣僚の一部からお示しし、本年の9月には全貌を明らかにする予定です。2についてお答えします。歳入につながる公共施設の活用方法について、例えば学校跡地などをはじめとする未利用地や低利用地などがあります。これらはまちづくりの視点を第一義に、民間の資金ノウハウを積極的に活用して歳入を確保したいと考えています。具体的な活用方法については、各施設で状況が異なることから従来の行政の考え方にとらわれず、民間の視点も加えて個別に検討していくべきものと考えます。歳入を生む財産処分としては売却、貸与と選択肢がありますが、これも各施設の状況と活用を望む民間の意向を考慮して個別に検討するべきものと考えます。また直接には歳入を生み出さない活用でも町の活性化を促し、波及的に歳入を生む活用もあると考えます。歳入につながる活用は多種多様です。幅広い可能性をできる限り柔軟な視点で検討する必要があるものと考えます。3についてお答えします。先ほど説明しましたとおり、個別施設の今後の方向性については今月の26日以降にお示ししますが、
例示のあった施設については、市としても何らかの形で歳入の確保につながる活用することが望ましいと考えています。4についてお答えします。国立市谷保の野望路地は、古民家などの再生を基盤に、暮らしに関するさまざまな機能を持った人が集まり、構成されたコミュニティです。そのコミュニティは、市民団体の独自の哲学と自発的な取り組みに基づき形成されたものであり、土地所有者の理解と市民団体の熱意と古民家及び周辺環境の魅力が絶妙に作用して成り立っていると認識しています。野保路地は地域の歴史と自然の恵みを生かした事業として大変魅力的なものと考えています。しかも施設の有効活用にとどまるものでなく、コミュニティの構築という点についても重要な要素となっています。民間と民間のマッチングによる資産活用で行政にそのまま当てはまるものではありませんが、複合的な観点から参考になる点も多く、どのような応用が可能であるかの検討が必要と考えます。次に 2-1 についてお答えします。タマニュータウン入居当初から40年以上が経過し、その間にスーパーを核とした地域の商店街を取り巻く環境は大きく変化してきたといえます。景気の低迷や少子高齢化、証券人口の減少による購買力の低下に加えて、大規模スーパーの進出、車社会の進展、消費行動の多様化などにより、既存の地域密着型の中規模スーパーは徐々に経営が難しくなってきていると考えられます。2についてお答えします。買い物環境は多様化しており、宅配サービスやコンビニエンスストアを利用することで、利便性は大幅に向上していると言えます。一方、近隣の商業施設には利便性だけではなく、地域コミュニティとしての役割も求められています。特に高齢者にとっては、地域に人々が出会う場や位置があることによって、外出する機会が生まれ、コミュニティの場としての重要な役割が果たされるものと考えます。スーパーは、地域の中心的な位置づけを併せ持つことから、町のにぎわいを保つためにも大切な存在であると考えます。3についてお答えします。地域住民と事業者の新しい関係づくりには、商店会や自治会など、地元組織の主体的な協力が重要であると考えます。スーパーが継続して営業していくためには、地域住民が地元で買い物をするような風土ができることが必要です。そのための行政としての果たす役割は、地元が一体となるとともに、事業者が地域のニーズをつかめるような側面支援であると考えます。次に3についてお答えします。転入手続きをはじめとする土曜日、日曜日や夜間の窓口サービスの充実については、これまで議会でもご意見、ご質問をいただき、市としては窓口サービス全体の考え方の中で整理し、体制等の課題も含めて、総合的に検討していきたいとお答えしてまいりました。一方、届け出が集中する年度末や大型住宅への入居などの際には、土曜日、日曜日に臨時窓口を開設し、他の関連課とも連携しながら、対応を図っております。このほか窓口サービスについては、住民票の写しや印鑑登録証明書の時間外受け渡しや電話予約のサービスを実施するなど、充実に努めてまいりましたが、一層の利便の向上について、市民の皆さんからの要望もいただいているところです。これらを踏まえ、今後、窓口サービスの在り方については、総合的な市民サービス向上の観点から考え方を整理し、土日会長に向けた問題点を探りながら、サービスの在り方を検討していきたいと考えています。国立市谷保の野保路地に関連するところで、暮らしに関するさまざまな職能というべきところを、機能と発言していたようです。正しくは職能です。以上です。はい。はい、遠藤千尋議員。それでは早速、再質問に参りたいと思います。まず、この1問目、公共施設の統廃合を逆手に取った三方よしまちづくりプランという、このテーマの狙いとですね、目的ですけれども、私は政策というのはですね、曖昧であってはいかんと思ってますね。従来どうしてもまちづくりとか市民福祉とか柔らかい言葉で大きくくくってきましたけれども、これは要するに言い換えますと、誰にどのような利益をいつどれぐらい与える政策なのか、逆によって変更によって
この変更で損をするといいますか、影響を受けるのは誰かということが、実は政策には含有するものでありまして、それを含有しているんですけれども、バックとした言い方をこれまでどうしても我々もしてきたなという反省を含め、明確に狙いに言及していきたいと考えています。そういう意味では、この1問目で私が申し上げたいのは、近江商人ですね、三方よし、買い手よし、売り手よし、そして世間よしと、世間というのは地域社会のことですけれども、買い手も売り手も社会全体にもいいんだというふうな、この近江商人の哲学、今で言えばトヨタ自動車ですとか、伊藤忠や住友、高島屋さんなんかが引き継いでいると言われていますけれども、こういった概念をこの三方よしまちづくりプランでもって、今回の公共施設統廃合を逆手にとって体現していきたいと考えています。中でも学校の活用に私は一つ言及をしていきたいというふうに今回思っております。まず学校の前にですね、一つ申し上げたいのが、PPP 協会の報告書に言及がなかった健康センターですね、赤道の駅前、成績の駅前にあります健康センターですが、健康センターが単独で成績の駅前に箱が置いてある理由、健康推進課ですけどね、まずこの理由を伺いたいと思います。福田企画政策部長。赤道一宮コミュニティセンターと併設ということで、単独ではないという。業務課がね。単独、施設として単独館という位置づけではございません。遠藤千尋議員。失礼、私が申し上げたかったのは、その健康推進課がですね、どうして健康推進部門、福祉部門とかとは離れて、本庁ではなくてあそこにあるのかという意味です。福田企画政策部長。健康行政を司る健康課という健康推進課という機能と、それから箱物である健康センターが一緒になっているということのご指摘かと思いますが、そこの直接いろいろなサービスをこう相談を受けたりする部分と、行政の施策、これを連携して、その現場を踏まえた政策立案ができるようにというような観点から、例えば女性センターなんかにつきましても、行政施策として、男女共同参画の施策を担当する事務の者が、女性センターと機関ということで、両方合わせ持つような形で、従来、多摩市の方はそういうような対応をしてまいりました。資源化センターも同様に、ごみ減量対策の職員がそこに詰めるというような形で、それは政策と現場の、状況をマッチングさせた展開を図ろうというような意図からでございます。遠藤千尋議員。長所としては、ね、そういった部分がある。あと私は駅前のアクセスとか、駐車場なんかがあると思うんですね。ただ同時に短所といえばですね、例えば子育て支援課ですとか、家庭サポートの部門、福祉セクションと同居できてないということからの連携不足ですとか、情報の共有が難しいのかなという観点はあると思うんですよ。必ず物事にはプラスとマイナスがありますのでね。ゆえに、別に今の位置はベストではないと思ってるんですね。健康センターは、あの建物自体が大規模改修、近々ですね、これでもって8億とか10億とかっていうふうなお金がかかるというふうに聞いていますけれども、この老朽化を踏まえて、健康センターの場所、引き続きあそこがベストだというふうにお考えでしょうか。斉藤企画政策部参事。健康センターにつきましては、平成29年に大規模修繕の時期を迎えるということで、今ここに入っている各機能について、先ほど来申し上げているように、機能をどういうふうに分散、集約させるのか、それからその施設をどういうふうに統合していくのかというようなことをもとに、29年までに結論を出すのでは遅いのですけれども、29年の大規模修繕に向けて結論が出せるかどうか、今、検討しているところです。遠藤千尋議員。初日にも折戸議員がお話をしてたこの公共施設の適材に関する報告書ですね、この中に A4 の大きなペーパーで、その PPP 協会、TFIPPP 協会のコメントが入っているところがあるんですね、行政資料室にもございますので、ぜひ市民の皆さんも見ていただきたいんですが、複合施設名の健康センターというところで、所管提案などの中でですね、ほぼ、施設としてほぼ利用されていない、その割に受付スタッフが多いように感じた、
まあ、辛口な評価が、ね、記載されています。これ私が言ってるんじゃないですよ、 PPP 協会が言ってるんですよ。私もかねてから関戸の成績の駅前にビータと関戸図書館とそして健康センターまた関市務医館ですか、3つもの箱があるというのは明らかに集積が過ぎるんじゃないかと。九頭竜公園と健康センターの土地をですね、ゼロベースで含めて考えられれば事業や住宅によっていろんな面白い可能性が生まれるというふうにかねてから申し上げてまいりましたが、九頭竜公園と健康センターの土地を一体として利用するということについての現状の市のお考え方いかがでしょう。斉藤企画政策部参事。土地を市の方に、まあ健康センターの敷地について市の方で、私有地にさせていただいたには経緯があって、住民の皆様からいただいたということの経緯がありますので、その辺の経緯を尊重しながら考えていかなければいけないというふうに思っています。遠藤千尋議員。ぜひ尊重して考えていただきたいと思います。今回の1問目の、まあ、メインのところですけれども、学校ですね、関戸に大きな箱があるという話は今、まあ、申し上げましたが、続きまして、概要を申し上げますと、市内には公民館が2つ、コミセンが7個ですか、図書館が8個とか、いろいろあるんですが、しかし一番多いのは何でしょうかと言いますと、実は学校ですね。市の全公共施設の何パーセントを学校施設が占めるのか確認したいと思います。はい、斉藤企画政策部参事。床面積で言いますと 47% 程度でございます。遠藤千尋議員。はい、床面積でいうと市の公共施設の半分が学校なんです。そしてこの市内に27校存在します。市の総合面積が20キロ平米ですから、1キロ平米に1つ以上の割合で学校が点在していくと。その学校っていうのは図書館、図書室ですか、図書室、プール、体育館、教室、これは会議室にもできますけれども、調理室、音楽室、テニスコート、グラウンド、まあ、非常にたくさんのファシリティを機能を持っている学校が27、この町にはあるんです。これを活用しないで、宝物を活用しないでですね、公共施設の統廃合というのは、ずいぶん方向性が変わってしまうと思っておりまして、私はこの学校の活用を今日は何としても申し上げたいというふうに思ってまいりました。まずこの宝物であります学校27校、今回の公共施設統廃合においてどのように位置づけていらっしゃいますか。斉藤企画政策部参事。今回この調査を委託、業務委託をする際に、今現に学校として使っているところは対象として省いております。遠藤千尋議員。そうなんです、皆さん、これ実はこの今回の PPP 協会には学校を除いてっていう前提でお話をされてるんですね。したがって27校あって、グラウンドやら体育館やらプールやらたくさんの施設を持っている学校が入ってないんですよ、提案にはね。まあ、もちろんこれを踏まえて、おそらく6月なり9月なりに市側がご提案されるんでしょうけれども、ぜひこの観点を取り入れていただきたいと思ってますし、もはや学校だけ聖域ということは当然言えない話になってきています。近年でも第二小学校ですとか東旗号、さらに少し遡ると第一小学校ですとか清涼中学校、たくさんのお金、これ言い換えれば市民の税金ですけれどもね、投入して新しく改築改修しているわけですので、ぜひこの学校がコミュニティの核というふうに確か安倍首相選挙の時おっしゃってましたけれども、この意味でも地域との共生という観点を学校の中に付加していただきたいと思っています。安倍市長に伺いますが、安倍市長が3年前の選挙でおっしゃっていました学校をコミュニティの核にするというふうな文言のですね、真意というのはどこにありましたか。市長の選挙の話聞いてるんですよ。福田企画政策部長。現在第5次総合計画の中でもコミュニティセンターと学校は地域の、まあ、コミュニティの、まあ、そういう中心的な施設っていうような位置づけをしております。で、
やはり学校というのは特にお子さんを通してコミュニティというのはかなり広がっていくという部分もございまして、やはりそういう意味では、大きな地域の、つながりや広がりを作る上での重要な施設というふうな認識を持っておりまして、また一方で、義務教育というのは市町村が担わなければいけない重要な、任務でございます。で、こういった子どもたちの教育、ここをきちっと守っていくというような部分もございますので、その両面を兼ね合わせてどういうふうに整理していくかということが課題かなというふうに認識をしております。遠藤千尋議員。私も、ね、その方向でいいと思っています。バイタルエリア、つまり 教室ですとか、いろんな外の人が入ってきちゃまずいところとそうじゃない部分を明確に分けて学校施設というものを再認識していくべきだなと思っていますが、この点に関しては教育委員会も特にご異論ないと思うんですけれども、答弁伺います。川田教育部長。学校ということでございますが、まさに今ご議論ありますように未来の多摩市を担う子どもたちのための施設ということで第一義的に考えています。で、現在もですね、多摩市では学校の中での子どもたちがその教育の中で、使わない時間帯というんですか、支障のない時間帯においてはですね、全国に先駆けてですね、学校開放というものを作っております。これはニュータウン開発等の中で、そのコミュニティが大事だということは打ち出していた当時ですから、最初からそういう考え方の中では使ってない時間帯ということですので、支障のない範囲での開放ということで考えてございます。ですので、その部分については異論がないといいますか、異論ないところでございます。遠藤千尋議員。夜間ですとか、もしくは週末、長期休暇、夏休みとかね、箱が寝てるのは本当にもったいない話ですので、ぜひそれを活用、開放していただきたいと思っておりますが、じゃあどうやって活用するんだと言いますと、今回の提案にもございましたが、いわゆる今、多摩市ですと、オンラインで予約を取れますね、公共施設については予約取るとき、オンラインで申し込みますよね、電話でも窓口でもできるんですけど、オンラインでできます。これをして、プロパティマネジメントというふうに表現していると思うんですけれども、現在、多摩市の予約システムにおいては学校施設が含まれていません。したがって個別に学校に電話をして、副校長先生が受けて、この日はダメだ、この時間は空いてる等々というのをアナログにやってるんですけども、この部分でシステムの一元化が副校長も楽だし、市民も嬉しいし、まさに三方よしになっていくんじゃないかと思うんですけども、ご意見伺います。はい、斉藤おとい、設楽暮らし等文化部長。施設予約システムは、暮らし等文化部で一応、大元を担当しておりまして、今、貸し出しを停止している総合体育館を含めて、今、122の部屋の予約が可能となっていますけれども、学校開放につきましては、先ほど川田部長の方からもありましたが、学校教育に支障のない範囲でのものですので、今学校の方を施設を使いたいという場合には別途学校等の調整が必要になっておりまして、オンラインでそのまま予約というのは難しい形になっております。で、またそのための協議会のような組織の方も設置されておりますので、学校開放をその予約システムにそのまま組み入れるということに関しましては、この手続きを踏まえる必要があるので、今のところと難しいのではないかと考えております。ただ今、夜間照明のある中学校、3校については、一応オンラインの中に含めております。遠藤千尋議員。程度問題だと思うんですけども、夜間は明らかに使わないところってあるわけですよ。もしくは週末は絶対使わないところもあると思いますし、そこは柔軟に解釈して、副校長先生の負担を減らす意味でもやっていただきたいというふうに考えています。一つ市民利用のお話の中で申し上げますけれども、清涼中学校がございますね。清涼中学校は実は先駆的に市民利用を前提としたメディアホールというものを持っています。開放の例として今申し上げたんですけれども、ここのメディアホールの精神と哲学、コミュニティとの共生、この辺の観点からどういうふうに使っていくのか、見解を伺います。川田教育部長。
清陵中学校の2階の部分の、まあ、現在、使っておりますメディアルームといっている部分はですね、コンピューターの部屋と、それから図書室と、まあ、こうなんていうんですかね、並列したような形での整備をしたところでございまして、そこにはですね、まあ、外階段から、まあ、昇降口といいますか、上がったときに2階でございますので、そこまでの間あの外部と遮断できるようなシャッターが整備設備されております。まあ、あの将来的な学校の中の一つの開放のエリアということを考えて、そのような整理をしたものでございまして、まあ、現状の中ではまだそういったところでの開放を前提とした整理というのがまだできておりませんので、現状の中では開放していないというところでございます。遠藤千尋議員。メディアルームですね、失礼しました。まあ、あの哲学であり設備は、ね、もうすでにできているわけですから、ぜひ積極的なこの活用を望みたいですし、今後新しく整備していく、例えば第二小学校、この第二小学校においても同様の考え方というのは踏襲されるのですか。河田教育部長。同様の設備になるかというと、まあ、その部分については現在地域との、まあ、開放といいますか、もう含めた使用ということで、まあ、地域開放もできるということで、地域開放だけの施設ではなくて地域開放もできるというような考え方で、検討してまいります。遠藤千尋議員。あの今後の学校の整備においては、ぜひそういった観点をすべての学校にも行って付与していていただきたいですし、改修の際にもできる限りのそういった努力を続けていただきたいと思います。例えば、まあ、多摩市の場合ですと複合施設が結構ありますよね。例えば老人複合施設なんてそうですけれども、豊ヶ丘とか寺方にありますが、あそこには図書館があるわけですけれども、そういった部分もある意味において、複合の内部から取り出して地域の学校に肩代わりしてもらうということも可能になってくるというふうに考えておりますので、前向きなご検討をお願いしたいと思います。そういう観点から、同じく複合施設に入っています学童児童館、この整理については所管はどのようにお考えですか。はい、中村子ども青少年部長。個別の案件では基本的な考え方ということでございますけれども、学童クラブについてはご案内のとおり、今学校の施設内への整備ということで順次進めてございます。それは一つには待機児童対策の解消も含め、また戸方学童クラブと残限を確保している中での両方の側面からそちらの整備を考えてございます。児童館機能につきましては、今公共施設の適正配置の中で、今前回ある児童館の再配置も含めて町内で検討しているところでございます。遠藤千尋議員。複合館の中にあります図書館、学童、児童館について聞きましたので、最後に老人福祉館ですか、ここはどのようにお考えでしょうか。志田良暮らしと文化部長。老人福祉館につきましても、今複合施設ということでありますが、あのやっぱり公共施設の規制配置の提案を受けまして、今内部で検討しているところでございます。遠藤千尋議員。まあ、あの1問目の、ね、狙いとしましては、健康センターの減給ということと、27もある学校の活用という部分で、認識をぜひ持っていただきたいというふうなことを確認した部分ですので、1についてはこれでよしといたします。待って、ちょっと失礼。1の1についてはこれでよしとします。1の2について、お伺いします。まあ、のお金歳入につながる公共施設の活用方法という部分で、市長答弁をいただきました、第一答弁いただきましたけれども、あの本当に公共施設って宝の山だと思ってるんですね。秋田県の方ですと、いわゆる都市、まあ、いわゆる鉱山とかね、あの何ですか、都市鉱山的なことが言われてきましたが、多摩市においても都市鉱山は実はありまして、それが公共施設だと思っております。という意味で申し上げまして、2つ伺いたいんですが、まずあの中央公園の中にあります古民家、旧富沢家ですけれども、皆さんご存知のように、中央公園の大池から見ますと、ゆっくりなだらかなグリーンの丘が広がっていまして、素晴らしい眺望なんですけれども、
うっそうとした林の中にですね、この古民家は実は存在しておりまして、ニュータウン側から歩ってくると分かりやすいんですが、駅側からこう上がっていきますと、ほぼその存在を認識するのがですね、困難であります。まずこの譲り受けた経緯とですね、その時どうしてああいうふうに中央公園大井駅から見て隠れているといいますか、入り口が生垣がなっちゃってるのか、その辺の経緯が分かりましたら教えてください。はい、川田教育部長。富澤家の、まあ、寄贈といいますか部分につきましては、まあ、ニュータウンという開発の中でですね、この多摩市のがどのような歴史のあるものかというようなところの一つとしてですね、いくつか先般公民館の話もありましたが、そういった中で、まあ、名主でありました富澤家がですね、まあ、寄贈してもいいというようなお話をいただきまして、それを多摩中央公園の中に移築するというようなことでございます。これはその移築の際にはそういった全体の、なんていうんですかね、池の設置であったり、それから周りの生垣であったりというようなところの設計につきましては、ちょっと詳細はよく私のも承知はしておりませんが、富澤家につきましては、まあ、そういった名だたるその多摩地区の中での名主であるという家をですね、しっかりと保存していただけるならば、後世に残していただけるならばということでのご寄付をいただいたという経緯でございます。遠藤千代議員。昔のその整備の時にはそれなりのお考えがあったんでしょうけれども、おそらく公園全体での活用とか、駅から古民家までのルートとか、平面での思想ってのはあんまなかったのかなっていう気がしなくもないわけであります。現在その富澤家で活用されてるんでしょうかね。年間の維持コストと利用者数、今出てきたら教えてください。あともう一つですね、あのままでいいのかと思っているのかっていうのも聞きたいと思います。はい、川田教育部長。恐縮です。維持コストについてはちょっとお時間いただきますが、多摩市の文化財という扱いをしてございます。そうした中でのものでございますので、後世に伝える大事なものだというふうな認識でございます。遠藤千代議員。はい、後世に伝える大事な貴重な資料だと私も思っておりますけれども、おそらくですけれども、私が想像するのは僭越ですが、寄贈いただいた皆様、富澤家の皆さんもですね、たくさんの市民に使ってもらえればもっと嬉しいんじゃないかと私は思っているわけです。そこで、先ほど冒頭質問の中で申し上げたやぼろじというプロジェクトを参考に、ぜひ再生を、再生といいますか、さらなる活用をお願いしたいと思っています。やぼろじというのはですね、ヤホで、JR のヤホ駅から徒歩10分ぐらい、甲州街道沿いにあるんですが、本間さんだったかな、本田さんだったかな、古い国立の古いお家を再活用したプロジェクトでして、カフェがあって、共同オフィスがあって、公務店もあったりですね、まさに地域の新しいコミュニティ醸成の場になっている、形の地域であります。ランチなんかはですね、ランチタイムなんか本当に人が並んでるんですね、あんな場所が悪くても。この古民家を利用したカフェ、もしくはレストラン事業、これを私はぜひ古民家の中でできないものかなと思っております。パルテノン多摩から中央公園に向かって土日も平日もたくさんのお子さん連れですとか高齢者の方いらっしゃいますけれども、足を休めるところってあんまりないんですよね。喉を潤すところって、それがちょっと洒落たところがあればですね、私は非常にいい散歩よしかなと思うわけですけれども、ちょっと具体的になりますが、このやぼろじプロジェクトみたいな話を中央公園の富澤家に応用できる可能性検討についてのご見解を伺いたいと思います。はい、斉藤企画政策部参事。多摩中央公園内の富澤家については、この報告書の中でもご提案いただいております、まあ、その手法については慎重な検討が必要だというふうに考えているということでお答えしましたけれども、その辺を一体面で魅力を創出していくということについては、私たちも考えていかなければならないことだと思っています。そういう中で富澤家の存在というのは非常に
大切なものだと思っておりますが、今お話の野望路地というのは国立の谷保の駅から5分程度にある320坪の中にある、古民家を利用して、おっしゃったようなそのコミュニティが醸成されていると。先日このキーパーソンである枠さんというお話を遠藤議員と一緒に聞きましたけれども、この時に強く印象に残っているのはこの枠さんという方が強烈な個性で周りを引っ張っていくというのではなくて、自分は場を作るのだと、その場に、自分は何ができるのかという人たちが集まってくる、またそれを大家さんが、安い家賃で支えるという、三方よしという形、全員民の中での三方よしという形になっております。これをそのまま広大な土地であるとか、今高で管理をしている富澤県そのまま当てはまるかどうかというのは難しいかも分かりません。ただこういう強い意識を持った方々が集まってこういった魅力的なコミュニティを作っていくという、人、物と情報、こういったものをコーディネートする役割というのは公としてもあるのではないか、大変参考のある魅力的な例だというふうに考えております。川田教育部長。お時間いただきまして申し訳ありません。富澤家の利用状況ですが、23年度の状況でございますが、利用者数が、入場者数ですね、3万4209名でございます。年間ですね、3万4209名。そして維持費でございますけれども、古民家事業ということで整理をしてございますので、有山家、加藤家、富澤家の3棟ありますが、約1100万年間かかってございます。遠藤千代議員。3万4000人、300日で割ると1日100人ぐらいですか。そう考えると結構来てますね。この100人をね、100人を1000人にする気持ちでぜひ頑張っていただきたいというふうに考えまして、2番目に移ります。放っておけない市内スーパー撤退とこれからのあるべき関係について、お話をさせていただきます。実は唐木田地区、今年の2月末でしたか、東急フトアさんが撤退されました。私も地域ちょっと歩ってみてですね、4000人の方にアンケートを取ったんですね。これ一部持ってまいりましたけれども、やっぱり聞き方によるんですけれども、スーパーが駅前からなくなったことへの唐突感というのはすごく否めなくてですね、過去2例のスーパー撤退と比べて駅前であったということが何といっても我々にとっても大きな衝撃でありました。その中で、私は狙いとしましてこの質問の中でですね、確かに事業がうまくいかないのはその事業者のせいというのが大きいところですけれども、しかし実際問題にスーパーのような生活に密着したものがなくなってしまうと誰が困るといえばその市民が困るわけです。品揃えの調査ですとかマーケティングはもちろん事業者がすべきことでありますが、しかし何らかの形で消費者と事業者をつなぐ橋渡しのきっかけ作りぐらいは僕は新しい時代行政がやってもいいのかなというふうに考えました。という意味でこの放っておけない市内スーパー撤退とこれからのあるべき姿、これからの事業者と市民と行政のあるべき姿という意味で申し上げております。買い物難民が生まれているというのは事実でありますし、また駅前、特に唐木田の場合はプラザ唐木田の1階の、大きなスペースが今真っ暗になっております。第一答弁いただきましたけれども、改めてまずこの街のにぎわいという意味において駅前からスーパーが撤退してしまったことの影響を行政的な観点から伺います。飯高市民経済部長。唐木田のお話でございます。私も何回か見ております。2月の25日に、閉店をされてということで、おそらく、近くにですね大型の、ショッピングセンターができたとか、あるいはコンビニエンスストアが、できたとか、
そういったところの中で、まあ、売上が厳しかったんだろうというふうに推測はしております。あの遠藤議員おっしゃるように、まあ、駅前のにぎわいという点では確かに唐木田の駅前からあそこのスーパーがなくなったっていうことは一つの課題であるというふうに考えてございます。遠藤智郎議員。スーパーが撤退した理由をね、市民の皆さんどう捉えているかっていうふうな観点からお話を伺いますと、例えば駐車場の問題が一つあったんじゃないかっていうふうなご見解をいただきました。確かにあそこ駐車場がなかったですね。で、まあ、一部あるんですが非常に少ないんです。でかつ取り締まりが実はかなり厳しいんですね。ということでたくさんのものを買えなくなってしまう。市民の方からは例えば京王デー通産とかね、他のところと共同できないかっていうふうなお話ですとか、もしくはマイバスケットという形態というふうのがあるようなんですね。これは証券の小さな都市型の小売店だということなんですけれども、まあ、いろんなご提案、今多摩センターに買い物に行ってるけれども、これ以上年を取ったらば車を持ってないんでどうしたらいいか、またいろんな食品をですね、産地別に取り上げてほしいとか、さまざまなご意見を頂戴しております。まあ、これ当然ね、民民の話ですので、どういうスーパーが入るかこれから注視していかなければいけないと思っていますが、この買い物難民というふうな高齢者福祉的な観点では買い物が難しくなってしまう状況に対してどういうふうにこれを改善する、もしくはケアしていくというふうにお考えでしょうか。飯田が市民経済部長。お答えいたします。まずスーパーの撤退ということをですね、どう捉えるかというあたりをちょっとお話をさせていただこうと思いますが、まあ、近隣センターなどがそうですが、商店街の一角にある、まあ、基幹的な、まあ、スーパーというのが撤退をいたしますと、まず商店街の衰退というのが大変懸念をされます。もちろん地域の活性化、そういう大きな問題があるというのが一つ。それから合わせてですね、買い物というところでは、まあ、車でどこかに買い物に行けるとか、そういった方はまあいいんですが、特に周辺の、まあ、高齢者等の皆さんですかね、なかなか遠くまで買い物に行けないという方が、まあ、日用品のあるいは食料品の買い物に困る、今ご質問者おっしゃった、まあいわゆる買い物難民というふうに言われますが、そういった問題が起こる、そういう大きな2つの、まあ、課題がですね、深刻な課題が生じるというふうに市としては認識してございます。で、買い物難民のお尋ねでございますが、まあ、それについてはですね、遠くに買い物に行けない皆さんがなるべく近くでですね、食料品等を特に生鮮産品と言われますが、野菜とかお魚とか肉とかですね、そういったものを買いに行けるようにということで、これまでも近隣センター等ではですね、移動販売、等を調整を UR 等といたしまして、入っていただくというような対応を図ってきてございます。はい、遠藤智郎議員。実は今後もですね、まあ、変な話ですけれども、撤退が起きないとは限らないんですね、次の撤退が起きないとは限らないわけです。生活に影響する小売や流通において、私は市民と事業者が、その何ですか、撤退というジャッジメントを下す前に、常日頃から本来ね、何か意見交換のようなのはしておくべきではないかと、しておくことが、事業者をして、簡単に撤退できないなというふうな意識的ブレーキですとか、もしくはもっと顔見知りになっていればね、さらに人間的関係があるわけですから、確かにこれ本来は事業者がやることです。私もフラー分かっています。しかしながら実際問題、撤退されると生活に大きな影響が出るわけですから、何らかのその橋渡しというものをこの21世紀型の行政が何かアシストできないものだろうかと思っているんですが、この提案についてもう少し具体的な、コメントをいただければと思いますが。飯高市民経済部長。地域の事業者さん、まあ、スーパーであり商店街の、まあ、皆さんでありがですね、地元の住民の方とコミュニケーションを図りながらですね、地元の住民の方も一緒にその地域のスーパーなり商店街を抱えて支えていくということは非常に大事なことだというふうに考えてございます。第一答弁でも申し上げましたとおり、地域の身近なスーパーなり商店街はコミュニティ機能
という意味でも大切なところだと思っていますので、そういった点でも今申し上げた点は重要であるというふうに考えております。ただその時に一番大事なのはですね、第一答弁でも申し上げましたけれども、地域のですね、市民の皆さん、商店の皆さん、自治会もそうでしょう、地元組織の方がやはりまずは主体的に関わっていただくということが大事だというふうに考えてございます。実際に例えば聖ヶ丘の近隣センターでスーパーの撤退が続いたときにはですね、地域の皆さんが、商店街の皆さんもですね、大変そのスーパーとコミュニケーションを図りながらっていう活動もされました。そういったことをですね、側面的に市が支援をさせていただくと、そういったことは必要であるというふうに考えてございますが、繰り返しになりますが、まずは地元の住民の皆さんのお考え、行動があってというところが重要だというふうに認識してございます。遠藤千郎議員。はい、おっしゃることは分かります。確かに聖ヶ丘の撤退の際の動きとですね、今回の唐木田地区の動きとでは少し温度の違いがあるのかなと思うんですが、おそらく少し地区の方はシャイなんでしょうかね、控えめなのかもしれませんが、ただこうやってアンケートを聞けばたくさん来るわけですので、ぜひそういった部分では何らかの二次調査ですとか動き出しのきっかけをね、図ってあげてほしいと思っております。地域とスーパーとの絆が広い意味でのセーフティーネットになっていくんじゃないかと思うんですね。なんとかスタートアップだけはですね、なかなか難しいものがありますので、行政の信頼力を生かして着手すべきだというふうに考えます。それでは3問目に、どうぞどうぞ。はい、浦野環境部長。ちょっと視点は変わりますけれども、エコショップということで、ゴミの原料と、の関係では、そういうお店の方たちと行政の方も情報交換もしながらですね、そういう、 こう地域の人たちとこういろいろそういう減量の取り組み等も一緒にやってる、そういう中で、地域とこう一緒になって盛り上げていく、そんなこともやってるということでご報告させていただきました。遠藤千代議員。エコショップの件は了解しました。もう一個せっかくだからお話ししておくと、企業懇談会ってありますね。これについてご説明いただけますか。飯高市民経済部長。企業懇談会はですね、地域の、企業の皆さんとですね、まずはトップ同士でですね、私どもの市長あるいは副市長が地域の活性化ということをテーマにです、懇談会をしようというところから始まったものでございます。で、その後観光振興というところで、地域の活性化というところで観光振興にということでテーマが絞れてまいりまして、お話ししたかと思いますが、具体的な個別プロジェクトということで、今桜ポルボロンというのを若手の、そこの社員さんで、チームを作ってですね、開発をしたりというような活動をしております。ですいません、先ほどの件で1点だけちょっと念のため、唐木田のお話ということで最後に、おっしゃっておられましたけれども、基本的な考え方は、その前の答弁で申し上げたとおりなんですけれども、特に唐木田については、ご承知のとおり、民民のところでございますので、ある意味、行政っていうのは権力体でございますから、いきなりそこがですね、調整に入るっていうようなところは、慎重であるべきだというふうには考えてございます。ただ、全体にわたる考え方というのは、先ほど来答弁しているとおりでございます。遠藤千代議員。はい、結構です。3点目に参ります。追跡調査質問、多摩市役所の土日会長問題。私これ、3問目なんですけれども、必ずこれからですね、一般質問の際にはこうやって追跡していこうというふうに思いました。つい悪い癖で一般質問が終わって、もしくは条例ができて、そうするとなんかちょっとね、気が抜けてしまうところあるんですが、そうじゃなくて本来は追跡こそが、継続的な追跡こそが仕事であろうという部分から、今後このシリーズものをやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。1問目、土日の会長問題です。実はこれ過去から見てみますと、1994年にです、ね、山本議員が、99年には大谷議員がお話をされていました。答弁者は古瀬部長でした、ね。その時は99年に三玉初の土日会長が行われた、これ出張所ですけれども、と胸を張ってご答弁されておりました。時は下って次がですね、2012年の池田議員です。
答弁者は飯田課部長で、安倍市長が答えてました。非常に今土日会長自身はいいことであるけれども、費用対効果の問題ですとか、また今後施行されるであろうマイナンバー等々を見て考えたいというふうなニュアンスでご答弁をされていました。そこで伺うんですけれども、2012年の池田質問においてですね、費用対効果という観点をおっしゃってましたが、実はこの費用対効果は平成14年でしょうか、目指せ 3S 窓口、職員の皆さんが作った報告書の中で、一定程度のコスト分析がなされているというふうに答弁でありました。分析結果を資料要求したんですが、なかったということなんですけれども、何ですかね、この分析の結果というのは、記憶にないのか資料がないのか分からないんですが、もう一回教えてください、これ、あればですけれども。福田企画政策部長。はい、3S 窓口というのは窓口のサービスの改善を目指して、職員プロジェクトチームで方向性をまとめたものでございまして、さまざまな提案がなされております。でその中では、ほぼ今の現状で確認しますと、90% 近くが達成できておりますが、議員のおっしゃる土日会長のコスト分析、それからその検討というところについては、まだ達成できていない項目の一つでございます。で、コスト分析のところを調べてみましたが、非常にですね、難しいというか、かなり要するに、一つ一つと、もうそれこそその窓口の ABC 分析というようなものを入れないと、正確なコスト分析ができないというところで、それをじゃあ、コンサルとか委託してやって、費用対効果がどうなのかというようなところ、そういったところもございまして、その発想で逆にその後ですね、事業カルテというようなものができました。で、その中では非常に大くくりになりますけれども、業務分析をして、その、事業ごとにコストを出そうというような発想はそこの中に入れてございます。ただ、ABC 分析までして、詳細なコスト分析というのは至っていない現実でございます。遠藤千尋議員。私、普段からコストと言ってきておりますので、コストを度外視して、土日開けろとか、夜間開けろとかっていうのは、言えない立場でありますけれども、しかしこれね、姿勢の問題なんですよ。改めて繰り返しておきますけれども、多摩市の場合はですね、新しくこの町に住もうと思って、いわゆる転入届を持ってきても、平日の9時、5時、8時半から5時半、あ、5時までですか、にしか実質受け取れない、受け取ってくれないんですね。したがって多摩市に新しく住もうと思ったらば、どっかで仕事を休むとかしないと転入できないんですよ。これは、ね、お金の話というよりは、姿勢の問題、受け入れ側の問題で、これはちょっとね、いくら金がかかるといっても、例えば土日のどっちかだけでもいいですし、もしくは夜間だけでもいいです、金曜だけでもいいですけれども、とにかく何か受け取れないという状況は、これ改善しないと、ホスピタリティ以前の話になっちゃうなと思ってまして、コストに関しては、ここは少し歯を食いしばってでもなんとかしなきゃいかんなと私は思っているんですけれども、今後の方向性を伺います。飯田課市民経済部長。はい、ちょっとまず言葉の整理といいましょうか、土日会長の問題と、転入届を等の、届け出をですね、土日に受け付けるかどうかっていう問題は、若干ちょっとこう整理の仕方が違うといいましょうか。というのは、今、出張所も、土日、成績は土日。多摩センター駅出張所は土曜日、会長、会長という言葉を使えば開けておりますけれども、届け出は受け付けられないんですね。ですから、議員さんのご質問の趣旨から、届け出を受け付けるというところが課題であるとすると、私どもも同様な認識は持っております。それはもしかしたら出張所に限らずですね、本庁も、土日に、全部の土日かどうかは別として、転入届も含めて受け付けるかとか、本庁を会長するかとか、そういった問題もセットでですね、今までもいろんな観点から、この議会でもご質問をいただいてきているところでございます。で、第一答弁でも市長の方からお答えいたしましたが、少し時間をいただいて、総合的に検討させていただきたいというふうに、ここのところ申し上げてきているのは、今、議員さんもおっしゃったように、一つ実は大きく状況が動いている
という背景があって、あのマイナンバー法ですね、一旦法律が廃案になりましたけれども、ここで改めて成立をいたしました。で、少しあのスケジュールはそういった関係で遅れましたけれども、市役所に提出する証明書がですね、まあ、少し先になるとは思っておりますが、今ほど必要なくなるかもしれないというのがございます。それからもう一つは、池田議員から、昨年の9月でしたっけ、お話もございましたが、証明書のコンビニエンスストアでの受け取り、まあ、そういった状況も他の自治体も含めて進んできてございます。まあ、そういったことをこう全体的に勘案しながら、改めて費用対効果で、どのタイミングでどういうサービスを提供していくかっていうのを、まあ、市民課としても考えていく必要があるというのは思ってございます。以上です。遠藤千代議員。言葉の整理で申し上げると、私の一番の問題認識は、転入届が受け取れないというところにございます。ですので、まあ、あのコンビニの納付の問題、失礼、コンビニの活用ですとか、また土日会長等々については、まあ、もちろん土日はもうすでに会長しているわけですけれども、本庁のお話ですね、まあ、これら整理しながら進めていくべきだと思っておりますが、私はとにかく転入届を受け取れないという問題を解決してほしいということを繰り返し申し上げております。まあ、期間についてですけれども、この問題、取り上げてきて今、まあ、3年目になったわけですが、議員任期は4年ですので、この私の1期目の任期がですね、4年間言い続けて何も変わらなかったというのは、これ、ちょっとね、なんていうんでしょう、時間のスピード感覚としていかがなものかと思いますので、その辺を参考に念頭に置いていただきたいというふうに申し上げておきます。まあ、今日、今回はですね、3問ご質問をさせていただきました。公共施設の統廃合の問題から、市内のスーパーのお話と、そして最後に、多摩市役所の正確に言えば、土日週末、また夜間に転入届を受け取ってほしいというふうなお話、この3点をしてまいりましたけれども、まあ、言うまでもなく、この6月の末にですね、議員向けの公共施設の大きなところが出てくると、かなり細かいところが出てくるということでありますので、これに大きく期待して、また注目し、また我々自身も責任を持ってこの話を進めていきたいと思っていますが、最後にこのお話のスケジュールだけですけれども、6月に話が来て、で9月に全貌が見えるというふうに第一答弁でありましたが、これはいいんですね、6月の全員議員を再票にした説明会で、一定程度整理がついた話が出て、9月には全貌が明らかになるということでよろしいのか、再度確認します。はい、斉藤企画政策部参事。現在、そのスケジュールで進めております。遠藤千代議員。もう一点確認ですが、6月末から9月までの間には、議員、議会、また市民の皆さんの意見を聞いた上で、さらにプランを良くしていくという考え方で、これもよろしいのか確認します。斉藤企画政策部参事。議員の皆様への説明会、市民の皆様への説明会、それからパブリックコメント、このようなものを取り込んだ最終案を9月にお示しするという考えでおります。遠藤千代議員。おそらく総論賛成、各論反対の嵐が吹き荒れると、私も前から予言してますけれども、私はこの改革は応援する側でありますので、ぶれずに貫徹してまいりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。これにて、遠藤千尋議員の一般質問は終わりました。これにて一般質問を終了いたします。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。